行います。赤コーナー、日本プレア経済級チャンピオン、123番の4分の1、アメ所属、高橋尚人。ジュニアフェザー級のウエイトで試合に臨むのは今日が5試合目。風薫5月、ノリジョッキージムを破って日本ボクシング界に今度は大きな期待を膨らませる熱風を吹き込むことができるでしょうか。去年の2月にタイ国のジュニアフェザー級のタイトルを獲得しました。19歳のノリジョッキージム、ジャッジが浅尾和信さん、金谷武明さん、分けるレフェリーがキャリア十分森田健さんです。さあファイティング原田さん、はい、表情をまず見てもらいましょう。そうですね、どうですか高橋は。リラックスしてますね。あ、そうですか、はいはい、そんなに硬くなってないと思いますけどね。21歳の高橋、19歳のノリジョッキージム、注目のゴングです。第1ラウンドが始まりました。今日は10回戦、ウエイトは124ポンドの契約ウエイト、リミットちょうどがノリジョッキージム、そして4分の3ポンド下回りましたのが高橋尚人。今日もまたシルバーのトランクス、そしてシルバーとブルーと赤、トリコロールのリングシューズを履いてリングに登場しております。日本ジュニアフェザー級の第17代のチャンピオン高橋尚人。このトランクスとリングシューズは去年11月、現在は病院のベッドで病と戦っております。安倍会長夫人、72歳になるという美代子さんが元気な時にこの高橋にプレゼントをしております。このトランクスとそしてリングシューズを履いてリングに登場するのは今日が3戦目。高橋左を覗かせます。立ち上がりまもなく1分になります。褐色の肌ノリジョッキージム。高橋は試合に入る前にこのノリジョッキージムのタイ国での試合のビデオテープを見まして、あまり積極的に攻めてこないので自分の方が追いかけなければいけないんじゃないかということを言っておりましたが、どうしてどうして、小林さん、はい、いいも積極的ですね。さあ激しい打ち合いになった。1ラウンド早くも打ち合いになりました。なかなか気の強いところもありますね、ノリ、はい、いいですね。日体チャンピオンの激突です。前回の1月22日のタイトルマッチでは、試合前の作戦では第1ラウンドは左を覗かせて相手の出方を伺おうという高橋尚人、その通りに1ラウンドは行きました。しかし第2ラウンドに高橋のパンチがいいブローとなりまして当たりまして、そこからが打ち合いになりました。このあたりが安倍会長に言わせますと、78歳の安倍会長、ちょっと計算が狂った、あの苦戦の原因になりましたと言っております。おっと激しい打ち合い、ノリの左のフック、高橋は右。浜田剛さん、ここまでどうですか。高橋もリラックスするのはいいですね、不用意に行くのは良くないですね。ちょっと打たれてます ね。おっとまたワンツーです、右から左。これね、右、高橋の右当たった。高橋も負けてはいません。今日は第1ラウンドから激しく打ち合います両者。確かに高橋のボクシングは迫力あるんですけど、打たして打つボクシングは良くないですよね。打たれずに打つんですね、はい、本当はね。ファイティング原田さん、はい、この高橋のボクシングが変わってきたのはやはりジュニアフェザー級に上がってからでしたかね。そうですね、まあ、その前に2戦負けてますけれどもね、あの試合で打ち合って、まあ、補欠を取った、ねはい、それからそれに打ち合ってきますね、はい、でもこのですね、ノリ選手も非常に強気ですね、はい、非常にね、思ったよりね、パンチがシャープですね、切れますね、シャープ、はい、はい、今の左もいいですね。そうしますと、うまさよりも鋭さですか。それもありますね、パンチ切れるんじゃないかと思いますね、はい、これは要注意です。そうですね、はい、全般ね、高橋君の左ストレート良かったなと思うんですけどもね、それを見てのね、今度その先方を変えてたっていうね、はい、そういう選手ね。ここで第1ラウンドが終了いたしました。第1ラウンド10対10の互角でやります。激しい打ち合いになりました。チャンピオン同士の激突、高橋がここは打ち勝っています。しかしすぐに打ち返してまいります。背中を見せております。78歳の安倍会長、ジムを作ってから間もなく27年目になります。これまでに育てた日本チャンピオンはこの高橋が2人目、さらに東洋太平洋のチャンピオンを1人育てております。
さあ第2ラウンドは動きが変わるでしょうか、どうでしょうか。それとですね、はい、あの試合をじゃあそのリンの顔を見てますとね、非常に綺麗な顔してますね。ああそうですね、打たれてないんですね、と思いますよ、はい、ですがそういった意味でね、高橋君のまたパンチが入ればね、どういう展開になるか分かりませんけれどもね、はい、非常に綺麗な顔してますね。そうですね、ノリージョッキージムは今年の2月27日に WBC のジュニアフェザー級の1位にランクされております。韓国のイー・スンフンに6ラウンドナックアウトで敗れておりますが、なかなかよく頑張りました。前回が WBC の第1位、今日が WBA の5位、高橋尚人、いずれも世界の上位ランカーとの対戦ということで、ノリージョッキージムにとっては失うものは何もありません。勝てば大きく世界への道が開けてまいります。一方の高橋、おっと右、ノリの右、高橋も打ち返した。ノリの右のストレートが当たります。カウンターの上手い選手です。一方の高橋にとっては勝って当たり前、自分の方がランキングではずっと上であります。一歩一歩世界に近づくためには今日のこの試合、いい経験として蓄積しなければいけません。ちょっと高橋君が正面にすぎますね。そうですね、はい、ですからちょうどね、リンの右ストレートが当たる距離にいますからね、もう少し左を使うまでにね、はい、なんかしてほしいですね。おっと右のストレート、アバランスを崩した、足に来た、これはノリチャンスだ、ノリチャンス、高橋足に来ている。さあここはどうしとんか、どうしとんか、ロープを背負った、くっつくならくっつく、離れるなので、中途半端な距離は良くないですね。中間距離でね、ノリの右が飛んでまいります。さあノリチャンスを迎えていると、高橋打たれた、高橋打たれた、まっすぐ打たれた、高橋打ち返した、高橋の強打はここで見られるか、場内騒然。ノリの右足に来ています。中間距離は良くないですね。そうですね、この距離はノリの左のストレート、そして右をもらう距離であります。ピンチ、高橋ピンチ、浜田さんのお話のように、あるいは離れるか、動きが鈍った、動きが衰えた、高橋ピンチ、高橋ピンチ、大ピンチであります。ノリチャンスよりも、徹底的にクリンチするのもいいと思いますけどね、はい、そうですね、下がる前へですね、はい、前へ入ってクリンチでもいいですね、下がれば相手打ってきますから。あーっと、ワンツー、高橋どうした、精彩を欠いている、高橋どうした、高橋一発右を見舞った、鼻血を出しました高橋、なんとか打たれています、ね、さあここはどうだ、まだダウンではありません、ダウンではありませんが、森田健レフェリーがじっと見ている、高橋の動きを見ている、ノリが攻める、まさに勝って攻めた、ダウン、赤コーナー安倍会長の前でダウン、腰を落としました高橋、血まみれの高橋、足に来ています、足に来ています、ナオトコールだ、ノリジョッキー島両手を上げた、さあやらせる、やらせる、時間がほとんどない、時間がほとんどない、さあこれはもう少ないですか、高橋時間がない、あーっと前から崩れて、これはスリップダウン、スリップダウン、ナックダウンではありません。一度のダウンで第2ラウンドをなんとかしのぎ切りました。10対8であります。さあこれは高橋、ご覧のように血まみれであります。第2ラウンドに波乱が起こりました。どうでしょうファイティング原田さん、今の打ち合いからダメージ、そうですね、ただ高橋君もですね、セーブバックしてカウンターがね当たればいいんですけども、うん、でも非常にこのノリ選手ってのは怖いですね。怖いですね、今のピンチの連続であります。高橋のシーンをもう一回ご覧いただきましょう。でね、正面すぎますね。ですからね、高橋の膝の足がですね、ちょうど正面に入ってるんですね、あのリン選手のノリのね、はい、そうすると状態がね向いてて、顔だけはもう正面向いちゃうんですよね、これですね。さあ最初の強打で足にも来ていましたが、浜田剛さん、はい、ここはどうでしょうかね、持ちこたえられますかね。そうですね、あの中途半端の距離良くないですね、離れるなら徹底的に離れて、くっつくなら徹底的にくっつくと、はい、一緒になって打ち合うのは良くないと思います。なるほど、前回の1月22日もただ、ね、第8ラウンドのダウンを跳ね返しまして、第9ラウンドに逆転 KO を見せた高橋、今日はどうでしょう、はい、ファイティング原さん。ただね、このノリ選手はね、冷静なんですよね、だから入ってくると高橋君カウンター取れますけどね、はい、なかなか19歳の若さにしてはね、冷静なんですよね、はい、あれ入ってくればカウンターも打てるんですよね。高橋また右を浴びている、ノリの右が怖い、前に入ったのが得ですね、やっぱり前に入ってくっついた方がいい、はい、そうですね、はい、今日が33戦目というノリジョッキージム、うん、そのキャリアのうまさ、そういったものを十分にこれまでのところ見せつけております。原田さんのお話のように非常に冷静に相手を見ております。ノリジョッキージム、大国ジュニアフェザー級のチャンピオン、余裕があります、まだ余裕があります。高橋はどうにかフットワークが使えるようになりました。
明日さん、はい、この阿部会長はあの本当にこのインターバルの間におでことおでこをくっつけるようにして、足それからガード、この2つだけを噛んで含めるように高橋に言いました、はい、足とガード高橋はダメージ回復するまでは無理に打ち合うことはないと思うんですよ。そうですね、ここはね、はい、とにかく1月22日の試合では第3ラウンドからもう自分は意識を失っていました、ほとんど何も分からなかった状態で第8ラウンドまで行ってしまいましたという高橋尚子。さあここはどうだ、高橋が行った、さあ行った、見せ場だ、一気にダウンを奪った、これが高橋の本領か、さあ場内送電、ここでガードは近づけないかんですね、ガード上げる気がですね、ここで高橋の右が爆発する、ノリジョッキー陣棒出し、開国のチャンピオン棒出し、青コーナーで棒出しです、日本のチャンピオンが攻める、さあ高橋左のストレート、ダウン、2度目のダウン、さあノリジョッキー陣も立ち上がれるか、ナリスマネージャーが上がってきた、コーナーから上がってきた、そして精神力であります。無言で見合った阿部会長、見事な逆転と言っていいのか、それともこういう試合をやっていてはこれから世界を取るのは難しいと言った方がいいのか、それにいたしましても2試合連続逆転ナックアウトで見事に連勝街道をまたまたつなげました。ナリスマネージャーが阿部会長に挨拶、そして阿部会長が高々と左の拳、最後の左のストレートを見舞いました、その左の拳を上げております。第3ラウンド2分26秒が公式のナックアウトタイム、いや素晴らしい出足を見せたこのノリジョッキージム、第2ラウンドにダウンを奪いまして高橋はもう完全に足まで来ました。ファイティング原田さん、まあ、ボクシングこれだからその醍醐味をいつも見たくなるんですけれども ね、それにしても素晴らしい逆転ですね。チャンスを本当にそのチャンスをですね、ワンチャンスをものにする、うん、このやっぱりチャンスにそれが違うんですね、うん、やはり苦しいところを抜けてきて、はい、やはりこういうチャンスをものにするところはね、素晴らしいと思いますね、はい、小林博さん、はい、どうですかこの逆転劇を予想できました。いや正直言いましてね、今回はちょっときついな厳しいなと思ったんですけど、ね、あの第2ラウンドの、ねダメージを見ましたらね、そうですね、それとね3ラウンドでもねダメージまだ残ってるんですね、でもその一発を当ててからの高橋君のね思い切りのいいボクシングですね、これはもうなんとも本当に言えないですね、そういったその魅力にやっぱりファンが、ね、集まると思うんですけれどもね、放送席、それでは本当にハラハラさせてくれて、そして最後は逆転勝ちしました、高橋尚人選手に話を伺います。高橋君、まずおめでとうございます。どうもありがとうございました。今日はどうもすみませんでした、あんな試合しちゃって。こんなにハラハラさせてくれる、あんなに打たれたのは初めてじゃないですか。いや本当もう劣勢だったから今日は全然内容的にもあんま強くなかったし、勝っただけでもなんか弱ったと思います。まあ、鼻血が出ていますが、第2ラウンドどうしてあそこまで追い込まれちゃったんでしょう。いや、いいのもらっちゃったら、その後ちょっとぼーっとしちゃったから、その時に多分食っちゃったから、どうもすみませんでした。インターバルの間、会長からはどういう指示だったんですか。ああ、もうもっと足使っていけって言われたんですけど、そのつもりだったんですけどね、なんかいまいち今日は全然ダメでした。本当にすみません。そして第3ラウンド、あの逆襲、これは。いや、一発いいの当たったから、その後にもう一回ダウン取られてるから勝負ところだと思って出ていったんですけど、うまく当たったから KO できただけで、それじゃなかったらもう全然ボロ負けですね今日は。ボロ負けという言葉が出ましたが、実はこの試合、高橋選手が中身のある試合をしたい、いい試合で勝ちたいと話していましたが、採点すると何点でしょう。いやもう、もう世界ランカーに一応入ったんですけど、これじゃもう世界ランカー失格で、
もう0点です。はい、すいません。あのタイのチャンピオンということで本当にこれ以上ない強豪だったんですが、相手はどうでした、ノリ選手は。いや、やっぱまとめてパンチ食ったら効きましたね。一発一発はないんですけど、まとめてくるとやっぱりうまい。年は若くてもやっぱうまいです。はい、でもこれで連勝記録を伸ばしました。また世界に向けて一つ一つ頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。どうもおめでとうございました。高橋選手、放送席どうぞ。自らは0点と採点をいたしました高橋直人ですが、それでは、コマーシャルをご覧いただいた後、またあの KO 劇を再現したいと思います。